反響がすごいんで、熱気もすごいんで、圧倒されないようにむしろ鼓舞する気持ちで頑張りたいなというふうに思っております。本日のライブ中止の大学は明日のジャーニー僕のヒーローアカデミア悪魔を勝つ曲でおなじみの声優岡本真希子さんにご紹介いただきます。それでは岡本さんよろしくお願いします。お願いします。ライオンズスターティングメンバーの発表です。1番レフト金子裕二、背番号7。2番ショート源田壮介、背番号6。3番ライト若林学斗、背番号35。4番指名打者ヘススアギラ、背番号44。5番サード佐藤流星、背番号10。6番セカンド殿崎修太、背番号5。7番ファースト渡辺健太、背番号8。8番キャッチャー古賀優太、背番号22。9番センター長谷川慎也、背番号63。先発ピッチャー今井達也、背番号48。そして監督松井和夫、背番号77。さあ、乗りました。5年ぶりぐらいですかね。あ、でも5年ぶりかもしれないですね。その時も、始球式ですかね。その時はしっかりバウンドしたんで、今回はバウンドしないようにしようと思うんですけど、さっきみたいに色目つけると下に行くんですよね。なんでこんなに下に行くのかわかんないですね。いやー、やばい。45度。今のが出せるかどうかですよね。ありがとうございます。どうも皆さん、おーはー、ワンモア、おーはー、 ありがとうございます。おはスタコラボできました。今ご紹介に預かりました声優の岡本信子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそベルーナドームへ。はい、いや先ほどのスタメン発表めちゃくちゃかっこよかったですね。 ありがとうございます。もうオハキッズたちも大盛り上がりでかっこいいかっこいいって言ってて、本当に嬉しい。魂込めて叫びました。その魂を感じることができました。ありがとうございます。このオハスタコラボ2日目に勢いをつけていただきました。はい、
さあベルーナドームなんですけれども、はい、どうでしょう、今まで来られたことは。そうですね、僕2回ほど来たんですけども、うん、はい、最近一番直近だと2019年になって、うん、それでももう5年前になるんですけど、はい、ここでライブをしましたね。ライブをここでしたということなんですけれども、はいはい、またちょっと雰囲気が違うと思うんですが、はい、このゴールデンウィークのベルーナドームどうですか。いや、熱気に満ち溢れてますよね、うん、単純に気温も暑いんですけど、はい、この気持ちの熱気、うん、ビンビンに感じてます。私たちも気合入ってます。さあ、そして今までこの野球場でこう始球式なんかをしたというご経験はあるんですか。あります。 あるんですね、うん、しっかりワンバウンドでした、はい、ワンバウンド。いやー、悔しい、うん、それは、まあ、某野球アニメで行かさせていただいて、はい、始球式をしたんですけど、うん、その結果ですね、ちょっと欲が出てしまって、はい、ちょっと力強く行きたいなって思ったら、しっかりもしかしたらワンバウンド、ツーバウンドこれ行ってたかもしれないですよね、うん、で先ほども練習してたんですけど、優しく投げようとすると、すっぽ抜けちゃうというか、うん、で爆発的投球とかね、スバニーがなんか煽ってきてたんで顔も、はい、うん、ちょっとね頑張ってとりあえず上目にめがけていこうかなって思ってます、はい、じゃあ今日の目標は、多分後ろにねおはキッズたちがいると思うんで、優しくおはキッズたちにねこう思いを届けるようにね行くから受け取って、はい、ありがとうございます。では岡本さん、爆発的な投球のご準備をお願いいたします。頑張ります。さあ、それではお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。以上、セレモニアルピッチでした。気持ちは1億点だったんですけど、まあ、出来は、まあ、10点ぐらいかなみたいな感じですかね。横から見てたらいい感じだったらしいんですよね、はい、気持ちは届けたかったんですけど、それてましたね。くしくも前日に投げたサンシャイン池崎さんと同じようなところに行き、僕の方が大暴投してるんで、大暴投してるじゃんって笑ってたんですよ、僕 X 見ながら。そのこと言えないですね、うん、割れちゃうかもしれないですけど、行かさせていただきます。ライオンズ勝つぞ、よろしくお願いします。頑張ってください。応援します。